はい、こんにちは、勝又博物館です。さあ今日はガチャ奥村スケーモンということで花のケージコラボでございますね。登場キャラ3人目ということで、さあ最後は直江がね出てくる予定ですけども、今回は提供割合がボーナス枠が 20% のうち 8.4% が奥村スケーモンということで、 SR も出ちゃいますからね。ではまず無料分いきましょう。今日を入れて4日間ありますね。で超強いらしいです。奥義が出ない2回目。でかけらがないからちょっときついんだけどね、育成するのに。お金もないし。3回目。うわー、あっときた。あーキバオヤジ、緑ばっかでちょっときついね、アイテムの排出が。時間は今9時10分ぐらいです。おきた、頼む。あーやっぱ SR か、なんか SR ばっか出るような気がするな。でもいい、剣士の引き合い、アイテムも良くなってきた。いいね、いいよ、10万とかマジでありがたい。もう宝珠いい、マジで。出ないか、なんか出る気がしないよね。でも確かに、うん、もう10回ぐらいかなこれで。多分10回は行ってるはず。ほら、うん、ちょうど10回。60回でね天井でもらえます。うーん、どうしよう、ちょっときついね本当に。まあでも欲しいは欲しいからな。あと4200か。転生石ちょっと足んないね。今ちょうどでも転生石もらえるあれになってるから、あと1回光ったらやめましょう。うーん、光らないね。あと10回しかできないからね。いやー光らないね。いやー光らない。 20% だからね、10回で2回は光らないと。いえまずい、なくなる。あ無理だ引ける気がしない。あーもう無理だね。あと3回。あーあと2回。あーあと1回、もう無理だ、終わりー。奇跡来い。ああ緑だから奥村スケーモンかと思ったらカーネルカーネルサンダースでした。残念。無理でしたね、はい、いやーちょっときついな。惜しかったな。めっちゃ強いんですよ本当に。うん、まあいつか手に入れますわ。それではまた明日。